こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ミリオンジュノー、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくミリオンジュノー行きました。続いて前へ行くのはマジックエア、さらにはノーフォワード、4番サンライズヒッター、その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。ミリオンジュノー先手を取りました。もう一度先頭から見ていきましょう。ミリオンジュノー先手を取りました。その外にグローブサンディ、その外からカナディアンゾーン、並んで9番マジックエア、サンライズヒッター、この馬もこのグループ、すぐ隣にノーフォワード、並んで8番チェリーパーティー、すぐ後ろにベールタマンド、その隣にパラダイスセレナード、ステージチャンプ、後ろからになりましたサザンオール、そのうちに続いています。内からはマジカルサンクス、並んで7番シュアミステリー、しんがりからベルシアンフォーチュン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。13番カナディアンゾーン、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがグローブサンディ、並んで10番ウェディングウィッシュ、その後ろからはミリオンジュノー、これに続いてマジックエア、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。カナディアンゾーン先手を取りました。ミリオンジュノーすぐ後ろ、その後ろにグローブサンディ、その隣にサンライズヒッター、その後ろからはジェットシューテング、ピンクの帽子ベールタマンド、その後ろすぐ隣にノーフォワード、パラダイスセレナード、すぐ後ろ、内からはマジカルサンクス、その隣にチェリーパーティー、内からはベルシアンフォーチュン、その外からサザンオール、しんがりからシュアミステリー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。ウェディングウィッシュ、ここで先頭が入れ替わりました。グローブサンディ、ウェディングウィッシュ、2番手に控えました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。グローブサンディ先頭、あと 200m、 グローブサンディ先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はマジカルサンクス、グローブサンディ、グローブサンディ1着、2着にはどうやらマジカルサンクス、勝ったのはグローブサンディ、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はオータムリーガル、オータムリーガル先頭、2番手はエトワールポット、先頭を捉えるか。残り 200m、 オータムリーガル先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 オータムリーガル、ここまでか。エトワールポット一気に、鶴丸ガール、エトワールポット、エトワールポット1着、2着にはどうやら第2セキと、見事に勝ちました。エトワールポット、鶴丸ガール敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。